なっていて、去年輸出額が過去最高を記録。初めて1兆ウォン、日本円で1000億円余りを超えました。韓国メディアによりますと、これは日本の海苔輸出額の10倍以上になるというのです。輸出額を過去最高に押し上げているのは、欧米での韓国のリブームと指摘されています。どんどん人気が出てきています。韓国ドラマを見たのもきっかけだと思います。ということを改めて認識されたんだ。その上で今回のコメントについては、文章は非常に長いんですけども、列島襲来中の今シーズン最強クラスの寒波、今日そのピークを迎え、広い範囲で大雨となっています。千葉県、福井県には顕著な大雪に関する情報が相次いで発見され、災害級の大雪に厳重な警戒が呼びかけられました。九州でも雪となり、車の事故が相次ぎました。佐賀県鳥栖市の事故現場です。道路脇の斜面にかろうじて止まるトラック、フロで止まっています。この現場周辺では事故が相次いで起きていました。フロント部分が壊れたこの車は、カーブの先を慎重に走り、現場を後にしました。北九州市では男性が跳ねられ死亡するスリップ事故が発生。男性を跳ねたトラック運転手は警察の調べに、スリップしたと話しているということです。積雪が急激に増えた岐阜県関ヶ原町は、この